大門博明の独り言スペシャル生放送で今日はお送りしていきます。皆さんお元気でしょうか。土曜日の19時になりましたね。1時間番組、初めての生放送でお送りします。皆さんお元気ですか。うわー参りましたけどもね、ちょうどね、ちょうど火曜日の終わってから、生放送終わってからこのスペシャルをやるっていうのを決めたんですけれども、3日間4日しかないのにこんなにたくさんの方がね来ていただいてありがとうございます。何ぐらいいるのかな、300名ぐらいいますね。300名ぐらいありがとうございます。2階席3階席聞こえますか。大丈夫ですか。聞こえてますか。ありがとうございます。はい、今日皆さんどこから来られました。どこから来られましたか。はい、じゃあお兄さん東京から来ました。ありがとうございます。もうちょっとひねってほしかったんですけどね、ありがとうございます。誰かいますかね。あ、鹿児島からですよね。鹿児島から来ていただいてありがとうございます。遠い中、今日はあちらの方はどちらからですか。はい、北海道の方で。あ、ありがとうございますね、全国各地から集まっていただいて、この3日間で本当来ていただいて本当ありがとうございます。感謝しておりますのでよろしくお願いします。はい、今日はですね、もう僕にとってのもう母親的存在ですね。もう考えるだけで涙が出るぐらいのすごい方が来てくれました。まさか来てくれると思わなかったのでもう正直びっくりしておりますが、まあ第1回目、カビラジエさん、矢田正信さんで、松本拓実さん、第2回目が響吉さん、第3回目が米倉イエナさんで、今回生放送で第1回目になりますね、奈良橋陽子さんをお迎えしてお送りしますので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はですね、こちら終戦のエンペラーというこの映画のことをね宣伝してもらったり、もう僕20年来のお付き合いなんですけれども、その2人のね成り初めとかいろいろ話したいと思いますので、最後までゆっくり1時間長いですけれども楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では後ほど CM の後で。はい、では生放送でお送りしていきます。第1回目ですね。皆さん体調どうですか。悪そうですねぜひ最後まで、ね、楽しんでいただきたいと思います。では、本日のスペシャルゲストをご紹介したいと思います。では皆さんスタンディングでお願いいたします申し訳ないと出して申し訳ないです。では、お呼びしたいと思います。奈良橋陽子さんです。よっ、こんなに大勢の方がいらっしゃるってね。300人ぐらい今いるんですけれども、500人ぐらいですね。すみません、全国各地から来ていただいたんですけれども、今日もう陽子さんを見にどうでしょうかはい、では、奈良橋陽子さん、まずご説明したいと思うんですけれども、外交官の父のもと5歳から16歳までカナダで過ごします。大学卒業後ニューヨークのネイバーフットプレイハウスで演技を学び、
1979年にユナイテッドパフォーマンススタジオアップスを設立、僕もいましたアップスですね。で80年ミュージカルヘアーの演出で本格的な演出業を開始。演出した舞台ザ・ウィンズ・オブ・ゴッドは国内のみならずロサンゼルスやニューヨークでも上演、国連文学者グループより芸術賞を受賞。また同作品の映画化の際は監督も務め、夕張国際映画祭審査員特別賞、日本映画評価大賞最優秀新人賞を受賞しております。またロックグループ五大悟の一連のヒット曲の英語詞を手掛けたほか、98年には俳優養成機関アップスアカデミーを設立し芸術監督に就任、英会話スクール MLS の会長も務めています。あとですね、映画こちらですね、映画のキャスティングディレクターキャスティングディレクターとして、キャリアはですね、スティーブン・スピルバーグ監督の太陽の帝国から始まり、ヒマラヤ杉に降る雪、ラストサムライ、サユリ、バベル、アメリカンパスタイム、ラーメンガールと話題作に次々と参加、海外と日本の文化の橋渡しをしております。今年はウルバリンサムライ、パシフィックリム、47ロニンの公開を控えるプロデュースと、あとキャスティングを手掛けたこちらですね、終戦のエンプラ、7月27日公開になっております。というわけで奈良石岡さん、こういう経歴をお持ちなんですけれども、岩尾さん本当お久しぶりですね。久しぶりです ね。調子はどうですか？あ、元気です。元気ですか？はい、はい、さっきもね、よっこさんと一緒にあのこちらの方に来たんですけれども、ずっとね、ラーメンの話をねラーメンの話をしてきたんですけど、ラーメンです。あの僕ちょっとね、しばらくあの関わる時間がちょっとねなかった時があるんですけど、その当時はラーメン嫌いと言ってたんですけれども、もうつけ麺にハマってるみたいで。ハマっちゃいましたね。ハマっちゃいました。今年なんですけど、はい、それで、数年前に、はい、ラーメンガールっていう映画もプリュースしたんですけど、はい、絶対流行ると思って、うん、売れると思って、うん、外国でも、はい、で実際にそうなんですね。今ニューヨークとかもすごい流行って、でも絶対これはアイディアはすごいと思ったんです。あの専門家っていうか、あのもう来たんですよセットにね、映画のセットに、でこれ食べてるのあんまり好きじゃないなかったんですよねまあこういうもんですよねみたいな、もう麺だけがブッとあって、そういうなんかブッとあるものあんまりこう好きじゃなくて、はい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 、でただ、はい、それなんとロスで、あロサンゼルスで、はい、あの小さなね、あこれ名前言っちゃいけないんですかね、あの宣伝になっちゃうんですけど、全然大丈夫です、あのラーメンの方に、はい、あのねこれは美味しい辻田っていうね、辻田でね、あのみんな外人も含め列で並んでるんですよ、ええ、で息子があの野村友人君、ね、野村友人君です、はい、あのがちょっと食べに行こうって言って、あもうあんまりラーメン食べない、とにかく美味しいから、とにかくちょっと付き合いって言って、それであの食べたんですよおつけ麺食べたらえみたいな、ええ、急に今までこんな長い人生私歩んでんですけど、はい、なんで今までつけ麺に目覚めてなかったのかみたいな、うん、で今もう目覚めちゃって、ええ、自分がねこの間ね、はい、作ろうとしちゃったんですよ、ずずしく、あそう、いろんなの買って、ってましたね、何でもかも入れて、でこんなごっちゃにして、はい、でみんなに食べさせて、ちょっと煮干しが多かったような気がするんですけどね、ちょっと生臭い感じですかね、ちょっと凝り始めちゃってね、はい、そんなね、みんな専門家でやってるから、なんで私がやるんですかその時間ないのにね、もう夜中やったんですよね、こうだ時間ないからね、ちょっと雑だったんですけど、またちょっと挑戦したいと思って、あのですね、あの陽子さんのね料理がですね本当に上手です、料理、特にですね陽子さんのアップルパイは本当美味しくてですねね、すごい食べます僕、そうこの前も食べてちょっと本当嬉しかったんですけど、 あと大根、あ大根サラダみたいな、サラダホタテとかちょっと梅も入れたりとか、梅入れてまぶしたやつですね、うん、あれもすごい美味しいんです。夏には、まあ、なんでこう料理番組、そう料理番組なんですよ、まあ、まあちょっと近いですよね、はいはい、で陽子さんの、まあ、いろいろね、はい、やってきたと思うんですけれども、なんか印象に残ってることとかありますか、なんか作品でなんか面白かった話とか、あ もうもしくは今までやってきた中でですね、
なんでこういう業界に入ってきたかとか、なんかあったら教えてもらいたいんですけれども、はい、そう、まあ今矢田さんのお子さん2人いらっしゃるんですけど、いいですね、はい、私もね、もっと若い時かな、もっとぐらいの時に、はい、風と共に去りぬっていう映画見たんです、うんうんうん、多分ね、後々考えれば、はい、それがすっごい印象残ったんじゃないかなと思ったんですね。なんかその世界観っていうか、で本当に小さい時見て、はい、そして、ずっと外国住んで、その外国に住んでる時に一回も見てないんですね、うんうんうん、で日本にもう一回16、7の時に戻って、はい、うん、もう一回その時見たんですね、ですっごい印象残ってるんです。やっぱりお母さんが亡くなった時の場面とかね、いろいろ覚えてるんです、すごく。そこはやっぱりなんか印象が残ってたんですかね。残ってます。あ、いや、なんか僕初めて聞きました。あ、本当、そうなの、そう、そう、ダイモンと一緒の時ぐらいはね、まだそんな分かってなかったと思う。あ、そう、 なんでこういうことやってるのか、うん、やっぱりもっと年取ってようやくちょっと見つめ直して、こういうことかなと思ったんですけど、そっから始まってる感じですか、うんうん、すごいのは、はい、私その後に一回インターネット映画みたいなのをちょっとやったんですよ、はい、でその撮影もロスだったんですね、うんうんうん、でその選んだロケが、はい、なんと風とともに去りぬの、うん、燃える場面があるじゃないですか、はい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 、あの場所だったの、偶然偶然知らなかったんですけど、後でそのアメリカのプロデューサーが、はい、ここで風とともに去りぬを、やったと、の撮影の現場で、みたいな、すっごいびっくりしました。ゆうこさん、そういうこと多いですよね、多分偶然 ね、偶然じゃないのかもしれないね。独特の、まあ、ゆうこさんもそうですし、リエナもそうなんですけども、うん、なんかシャーマン的な、なんかありますよね。なんか、すごい、そういう感覚がやっぱある人なんだなと思って。一つね、やっぱりね、うん、どっか思っちゃうのは、はい、木ってあるじゃないですか、日本の素晴らしい木っていう、うん、木っていう字もすごいし、うん、これは、小さい時、はい、子供たちがね、小さい時に、うん、咳したりとか、うん、喘息なったりとかね、かわいそうな時あって、うん、そういう時は母から習ったんですけど、はい、やっぱり木をこう手を軽く当てて、うん、ですっごい熱が出るんですね、うん、そういうのって別に何もこう変な、なんか人生じゃないんだけど、うん、思いしかないですよね、直したいとか、はい、で日本の言葉の中で手当てするっていうね、うんうんうん、やっぱり手をつける、手を、ね、当てるっていうことはやっぱりなんかすごい深い意味があるんじゃないかと思って、うん、だからそういう人が本当に思いを持って、うん、直すんだとかね、うん、治るとか、うん、いろんな意味で、うん、は非常に大事だと思います。でついね、昨日私、うん、お医者さんと話してたんですけど、はい、まさに彼同じこと言ってました、言ってました。のこさん、ね、後で聞いてもいいです か CM 入ります。
では陽子さん続けていいですか。続けていいです本当にお願いします。続けてください。ねえねえ、まあ、単純にちょっと、はい、あのお医者さんも、うん、本当に、ね、思うんですけど、はい、あのね、例えば治りたいとかっていうのは、うん、まだねダメなんですね、はい、治りたいっていう気持ちあってもやっぱりどっか治ってないと思ってるじゃないですか。治ったっていうね過去形にするんですって、うん、治ったともう終わったっていう、っていうのでそれがね役者と一緒なんだよね。っていうのは、うんうん、役者は演技するじゃないですか、はい、その役になりたいとかね、このオーディションに受かりたいとかっていうのはダメなんですね、うん、受かったとかもう受かるとか、うん、あるじゃないですか。だから信じるこうなんて力っていうんですかね、うん、それはね凄まじく私人間はね、うん、あの思ったより何倍とすごい力持ってるっていう気はするんですね。本当にだからそう思いますね。だから、うん、あの役者はこの役やった時には、はい、もうこの役になってんだって、うん、なってて、で、うん、演技した方が、はい、なろうとするとやっぱり弱くなるんですよね、うん、あの実は、今日さっきですか、はい、トミー・リー・ジョーンズをトミー・リー・ジョーンズ発音にのバイバイってあトミー・リー・ジョーンズを、飛行場まで行かなかったんですけど、うん、ホテルでバイバイ行ったんですけど、はい、彼も例えばマッカーサーという役、うん、で彼もあの言ってる、まあ、私たちもお会いした時に、はい、あの全然似てないんですよね、うん、あの 体格的には、うん、ただあのでもあの鼻はどうしようとか髪の毛どうしようって言ったんですけど、はい、そんなにいらないと、うん、もうあのトミーでやってくださいと、うん、たらあ帽子とか眼鏡とかねこういうあのパイプを持てばっていうその感覚を持って、はい、あよし大丈夫よできるよって、うん、彼の凄さっていうのは、うん、本当にあの彼の細胞すべてそこにドカーンといるんですね、うん、すごいあの役者としても勉強できるっていうか、はい、あの自信があるとかあの自信ももちろんあるんです、はい、ただその存在がそこにドーンとあるんです、うんうん、だからなりきっても I am みたいな、はい、うん、だから、まあ、母さんになろうとしてるっていう様子は一切ない。もうドカーン作ってないってことですね。 I am、うんうん、まあ、カーンみたいな感じになってるからその説得力はすごいですよ。だから、うん、私もマカーサーよりマカーサーもっともっと、はい、もっと貫禄あるよあトミーのてなわけでもうヨコさん進んでいただいたんですけども、この終戦のエンペラーについてちょっとね、はいはい、お話をしてもらいたいんですけど、はいはい、どういった感じの内容なんですかね。はい、そうですね、まあ、あの皆さんこう歴史の映画だと思っちゃうとあまり嫌、ね、うん、な方もいらっしゃるか分からないですけど、はい、実は本当に、ね、終わった後の話なんですね、うん、で ある、マカーサの下に、はい、働いてた、うん、あのボーナー・フェラーさんという方が、うん、日本のことを知ってて日本の心を知ったために、はい、非常にあの彼が、マカーサに、はい、天皇のあのどういうふうに扱うかっていうのが、うんうんうん、はい、あの彼のレポート書いて、うん、決められるようにしたんですね、うんうん、はい、なのでそこであの日本の歴史をもう変えたぐらいなんですよね、はい、あの平和をやっぱりもたらせたんですね、うん、だそのフェラーズという人はアメリカも知らなかったし、はい、日本もあんまり知られてないんですよね。知らないですよ、ね、知らないでしょ、うん、聞いたことないです、ね、そう、あの、ね、はい、70年に日本政府が勲章をあげたんですけど、はい、もう70年だからだいぶ後ですね。そうですね、そうそうそう、うん、であのただ本当にあんまり知られてないからこそこれはすごいストーリーだなと思いまして、うん、はい、それもう絶対もうやった方がいいと思ったんですね。そうですね、で、まあ、その中で実は千秋久夫さん、はい、あのが私の祖父の役をやっていただいたんですね。え、そうなんです。陽子さんの祖父がの役をが出られてるってことですか。え、そうそうそう、あ、あの関谷定三郎って言いまして、私の母側ね、はい、あのすごい人ですね、母とか、うん、そう、うん、母とおじの方からも話聞いてたんですけどね、はい、そのかあのの、まあ、つまりおじ私のおじいちゃんなんですけど、うん、で私はもう3歳ぐらいであの亡くなったので話したことは
覚えてないんですけど、うんうんうん、おじとか母から、はい、まあ、フェラーズさんのこととか、あとか天皇の何となくね、そういうのを聞いてました。あ、だえ、じゃあ陽子さんのお父さんも出てるってことですよね、内容的にね。本当にで存在してる人がいるってことですもんね。え、あの私 のおじいちゃんの役ね。あ、役ですよね。そう、おじいちゃんの役が夏焼さん。ごめんなさい、そうそうそう間違えちゃった。私の、そう、おじい、そうそうそう、じゃあそれを盛り込んで全部、そう、宮内庁の方だったので、人だったので、そう、ね、それがたまたまその、はい、彼がいたからこの映画作ったんじゃなくて、うんうん、やっぱりそのフェラーさんっていう、はい、その方にその出会ったのでね、うん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 、出会ったというかストーリーの上で出会って、はい、これは表現しないといけないと思って、うん、そのなんかもうちょっといろいろリサーチしてたところで、はい、その私の祖父も関係してるなと思って。でも豪華キャストですよね、これね。そうなんです ね、 ね、これ陽子さんキャスティングもやってますよね。はいはいはい、どういった感じでキャスティングやられたんですか、今回は。はい、結構そうですね、うん、この役にはこの方がいいんじゃないかとか、うん、野村と一緒にね、いろいろ話しましたし、はいはい、っていうのは大体あったんですけど、うん、まあ、オーディションでやったのは初音梨子さんと、初音梨子さん、アイア役だった、はい、と、片岡さんも、歌舞伎の片岡さんもオーディションしていただいたんですね。で、まあ、見事に。でも本当ちょっとね、風立ちが似てますよね。もうすごいですよ、ね、本当に似てると思います。あとはね、一番苦労した役は、はい、羽田正義さん、通訳の役なんですけど、はい、非常に、はい、立派にやっていただいて、うんうんうん、今度ぜひ彼呼んでください。もちろんもちろん、ちょっと口ベタかもしれないけど、リエナのね、うん、娘さんの事務所があるんですけれども、最近ねできたばっかりで、第1号のね事務所のタレントさんっていうのは聞きましたけど、うん、違いましたっけ。そう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 ですね、羽田さんね、うん、彼はねすごいのは、はい、ラストサムライに、うん、に出て、はい、その時もセリフもなく、うんうんうん、その後に、はい、ですね、47ローニンにも出て、はい、それが12月に出るんですね。キアヌ・リーブさん、そう、キアヌ・リーブスでしょ、はい、12月出て、はい、そして、まあ、これエンプラーにも出て、はい、で来年はね、またトム・クルーズと再会して、はい、トム・クルーズとエミリー・ブラントの、ミリー・ブラント、はい、ちょっとね英語で難しいタイトルなんですけど、こう、うん、なんかすごい重たい衣装をかぶって戦うストーリーなんですけど、それもまた彼も陽子さんがまたやる感じですか。全く関係なく、もう終わったの、もう彼が撮影終わった、うん、あ、すごい、彼それはもうガンガン出てますね、海外作品ね。ぜひ今度羽田さんもね、もうぜひ来ていただきたいと思うんですけども、彼の演技は非常に、うん、素敵だと思います。いいす、ぜひ、うん、見てください。おいくつぐらいの方なんですか、羽田さん。いくつぐらいですかね、35 あ、まだ若手ですね。まだ、うん、まだね、まだ30、はい、ぜひ来ていただきたいと思いますけれども、で最後にですね、陽子さん、この映画、今週か来週、7月27日なので、はい、それは、何曜日ですか、ね、何曜日でしたっけ。7月27日土曜日です。土曜日、ちょうど来週だ。来週ですね、1週間後ですね。 One week, oh my god, oh my god. もうぜひ1週間後、これね、絶対お願いしたいのは、皆さん絶対大きなやっぱり劇場、映画館で、うんうん、自分のちっちゃななんかモニターで DVD で見ないでもう、ね、そういうせっかくね作ったものがやっぱりね、はい、スケール感があるので、これは映画館で見るべきですね。で、あともう一つはね、やっぱり友達と見た方がいいような気がします、はい、友達と見たような気がします、ね、というのがね、終わった後にいろんなことをね話したくなるような映画みたいなんですね、うん、あ、じゃあね、何人か友達と一緒にね、僕も行きます。あ、もうぜひ、ね、ぜひね、見に行っていただきたいと思います。ぜひぜひ、来週7月27日公開になりますね、土曜日、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。では CM 入ります。
はい、では映画の話からですね、はい、ちょっと変わりまして、今回ですね大門博明の独り言スペシャルにスポンサーとしてついていただきましたこの、チラシにもありますねライジンジャパン、こちらの方です。こちらですね、大正製薬さんが新しく子会社として出した、スポーツドリンクになります。こちらをですね陽子さんに飲んでいただきたいなと思って、表現していただけたらと思うんですけれども、よろしいですか陽子さん。はい、はい、じゃあ青がいいですよね。青がいい。じゃあ青の方から、皆さんもよかったら飲んでください。はい、せーの。全然飲まないですね。開けてくださいね。あ、もう飲んだ？飲んだ。なんで先飲むんですか。じゃあ行きます。はい、じゃあ乾杯。はい。はい。さあ。Oh, good. Good, fine. あ、よかった。よかった。ありがとう。実はドキドキしてたんです ね、 ね、私あんまり嘘つかないから、ね、顔に出ちゃうんです。だから、まあ、これ画面通じてるからどうちょっとねまずかったらどうしようと思ったんです。そうそう、なんか表現的にバンって出られちゃう。これアーカイブでどんどん毎回流れちゃうのでずっとそういう反応が残っちゃうので。よかった、ありがとうございます。ちょっとねあのミント系の味をしてますね。いいですね。美味しいです ね、はい、あのこちらがですね、この国をあげる、そのためにはあなたたち一人一人あげることが必要だ、あなたをあげる新感覚エナジードリンク、その名はライジンということですね。これからですね、あ、電車の釣り広告でも出てました。もうで CM もこれから流れるみたいなのでぜひ飲んでいただきたいと思います。で8月開校の大門塾というものがありまして、スポーツの塾を開くことになりまして、うん、そちらもこちらの方がスポンサーとしてついてくれることになりましたので、ぜひね飲んでいただきたいと思います。てなわけで陽子さん、はい、こちらの本体のこちらも飲んでいただいていいですか。あ、こっちも飲むの。はい、ありがとうございます。これがねメインのドリンクになってます。あ、はい、でこれがなんかあの夏限定クール。あ、はい、はい、喉がスカーッとしますね。じゃあ陽子さん行きましょうか。はい、じゃあ行きます。あと30秒ですね、行、はい、きましょう、はい。じゃあ、はい、乾杯。乾杯。はい、OK。 Hope it works。 うん、うん、OK、 よかった。よかった。ちょっと生姜の効いた大人の辛口味。ちょっといい、あ、うん、いい感じなんですか。あの、はい、体、女性の方に思ったより全然、うん、おすすめですね。ぜひこちらをねお買い求めしていただいて。 Very good, very good。 はい、今ローソンとかでも売ってますので210円になります。はい、ではですね、この3分間、陽子さんすごいいい笑顔してる今。あ、そうですか。はい、何何美味しいね。綺麗でしょ。はい、はい、ね、この3分間でちょっと陽子さんについて、陽子さんがですね演技についてどういろいろ考えてるかというのをちょっと聞かせていただきたいなと思って。深い、深いですね、本当に深い話なんですけれども、演技、あのね、はい、あのそうですね、本当に結局、究極的に言うとやっぱりコミュニケーションだと思いますね。その通りだと思います。はい、だから、うん、あの一人でもちろん芝居やるとしてもやっぱり、うん、誰かを想定してやってるし、はい、あのつまり自分で勝手にいろいろ作って、うん、あの感情を出したりとかっていうものじゃないと思うんですね、うん、やっぱり相手がいて、うん、相手次第なところは必ずあるんですよね。はい、それは今さっき言ったトミーですけど、本当に
聞けるんですね彼は、うん、もうどっしりとこう聞いて、うん、相手を聞いて、うん、で聞いてそれで答えるっていう。だから相手によって相手次第によって自分の変わるので、うん、そこがそのコミュニケーションの本当一致してるっていうかリアリティがあるっていうか、うんうん、リアリティっていうかなんか真実がね、だからキャッチボールみたいな感じで、はい、だけどそのね強く打ったらわっとこう取るじゃない。そうですね。ね、はい、でそれでそれによってまたうんっていうなんていうのその関係ですね。うんうんうん、ね難しい話かな。難しいかな。そうですね。僕も僕はお芝居やっぱり奈良橋陽子の下でずっと学んできたので、うん、すごくそれはよく分かりますし、うん、キャッチボールってまあね、この芝居だけじゃなくて人とのコミュニケーションもすごい大事だと思いますし、うん、それがやっぱり現代社会でどんどん失われていってるのですごくそういった部分を自分もねちょっと失っていった部分があったので、うんうん、もう一回鍛えたいなと思っているんですけどね、うん、皆さんどうですか、わかりますかね。返事なんかほらよくバーッと話して、うん、相手の反応あんまり聞かないでなんか自分だけ満足してっていうのあるじゃないですか、うん、だけどやっぱり本当は何か伝えたいっていうのあるから、はい、それがさっきもあれですけど本当に伝えたいと思って伝えられると、うん、思えば、うん、やっぱり伝わると思うんですよね。そうだと思います。だからその気持ちのね、そう問題ですよね。気持ちもう全て使って、うん、だから演技からは、ええ、はい、ではですね、先ほどね、陽子さんいいことを言ってくれたんですけど、はい、CM 入っちゃったので、はい、この会場にね、いた方だけ聞いていただいたんですけれどもね、そのまたね、同じことを言うのもね、なんですから全然先にまた進みたいと思います。はい、で、ここから10分間ですね、はい、まあ、奈良橋陽子と大門裕明の出会いとかね、いろいろはい、どういった感じでつながってるのかっていうのをちょっとお話ししたいなと思いまして、うん、はい、まあ、陽子さんとはですね、まあ、いろいろお芝居に関して、勉強させてもらったんですけれども、そうですね、ウィンズ・オブ・ゴッドですかね、やっぱり一番大きい作品というと、うん、ザ・ウィンズ・オブ・ゴッドっていう作品なんですけどね、うん、そこで金太役というものをやらせていただいて、はい、まあ全国回ったりね、うん、海外行ったりとか、すごく思い出深いことがいっぱいあるんですけれども、陽子さん何か覚えてることあります？まあ、ウィンズ以外でも大門ってどういう人間かっていうのを教えていただければと。やっぱりすごいピュアなところがあって、ピュアですね、ピュアな心が今は知りませんよ。いやいや、今も一緒ですけど、はい、本当に無我夢中にね、うん、やってたので、はい、まあ、金太役も無我夢中に生きてたっていうとこ、まあ、うん、現代の漫才師が、ね、こう事故って、はい、過去は特攻隊員だったっていう、うん、素晴らしいストーリーなんですけども、はい、やっぱり現代のクラシックになってきてるような気がするんですけどね、うん、あ、昔で、でとにかく、うん、だからそこを夢中になってやってるところが一番、うん、この役にも合ってたし、役者としても一番それが素敵だったと思いますけどね。 ありがとうございます、うん、
そうでね、これ僕の思い出ボックスなんですけれども、Oh my goodness。まあこれまあいろいろあるんですけど、ちょうどやってた時のチラシですね。ああすごいですね。これもニュージーランドとオーストラリア行ったんですね。だから全部英語でやったんですよ。そうなんです。そう、ダイモンが英語話すって信じられません。あのでもね、あの結構きつかったですよね、スケジュール的に。そうそうそう、あの日本で、まあ、海外でやらせていただいて、日本でもやったんですけれども、例えば日本語公演、日本語公演で日本語公演、ここで英語公演みたいな、 あれがちょっと本当にね、切り替えがちょっと難しくて、3ヶ月間で。あ、これも横さん見せていいですか。わー、すごい、こういうのキープしたの、こういうの全部キープしてますね。うわいなんかこういうのね、毎回絵描いてくれるんですね、こういうのに。で、いろいろね、こういうものも、なんかね、すごくいい言葉これ書いてて、あの僕ずっと貼ってるから、これ押しピンの跡があるんですけど、そう、絶えず求め、絶えず懸命に、ぶつかるっていう、こういう言葉をバッと、まあ一人一人にね、よくさん書いてくれてたんですけども、こういうものがですね、本当思い出ですね。またこういうのチラシも、パフェとかこういうものとかね、作ったりとかですね、はい、いろいろ、まあビンズ以外にもでもですね、やっぱり思い出は多くて、なんだろう、まあ、20日ネズミと人間という作品をですね、僕初めて出させてもらったんですけど、初舞台ですね。あの時、まあ一言二言のセリフだったんですが、それが言えなくて、なんか言う前にこけちゃったりとか、もう緊張して なんだろうな、もう芝居も何もできなくて、うん、なんかあの吐ける時に吐けて、なんかぶつかったりとか落ちたりとか、あの一回こう窓があるじゃないですか、窓がポンと押せば全部ガラガラって開くのがあって、本番中に走ってあの吐ける時にポンって手ついちゃってガラ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 ってね、あったりとか、そういうどんくさくてね、まあ、ジェニカーってあの息子さんいるんですけど、息子最近お会いできてないんですけども、うん、会った時に必ず言われるのは、うん、エレベーターをこう乗ろうとして、なあダイモンって言ってこう声かけたら、ダイモンがいないんですって、うん、ごめんなさい、エレベーター前でこけちゃって、うん、乗ろうと思って足こう踏み出そうと思ったらペターンってこけちゃって、それ未だに言われるんですけど、そういうどんくさいかった人だと思うんですけどね。そういうことがいろいろあったりとかね、うん、あとなんかありますか、横さん面白かったところとか。すごいね、なんかいろいろありすぎて、何を話していいのか俺分かんなくなっちゃったんですけども、ね、はい、うん、だけど、うんうん、はい、やっぱりなんていうのかな、この英語でやるっていうのは、はい、うん、あんまりめったにいろんな、ね、俳優さんは英語でっていうのはないと思うんですね、うん、も本当生の舞台、はい、ただやっぱり一つのやり方があるんですよね、うん、方法があって、うん、ただこう暗記して、ただなんていうの、頭で覚えてやろうとするんじゃなくて、はい、うん、やっぱり体を使ってやるんですね。だから、うん、セリフが自分のものになっていくっていう感じに、うん、なるんですけど、そうですね、だからそういう意味では短期間でできたっていうのもあったし、うん、日本語でやっても、あ、覚えてます、コメントはね、うん、日本語でやって英語でやったんですけど、はい、うん、両方の言語を知ってる方がお客さんがいて、うん、変わんなかったっていうんですね。日本語で見ても、英語で見ても同じ感動だっていうのがあったんです、コメント、うん、それはすごいなと思ったね、うん、で別になんていうの、もう最初からペラペラ話せる人たちとかも、この俳優、この役者さんたちね、うん、みんなそんなできなかったですもんね、全く話せなかったです、本当に全然話せなかったんですけど、でも3ヶ月間でね、もう特訓で、うん、本当にだからやっぱりこのね、ドラマを通しての英語っていうのは、うん、私本当保証できますけど、うん、絶対やっぱり英語話せるようになると思いますね、うんうん、MLS でもね、ひろこさんやってますし、うん、やっぱり最初そこから入ってますもんね。そうだから子供、お子さんも大勢いるんですけど、うん、はい、子供たちはもう本当ゲームとか遊びとかで習うから、うん、もう全然楽で、はい、なんか苦しい思いしないんでね、うん、もう英語は習ってるっていう気もしないんじゃないですかね、ただ遊んでるみたいな、ね、楽しみながらね、うんうん、だからやっぱりね、英語ってやっぱり本当にダイレクトにこう伝わる言葉を通じて、うん、日本語ってこういろいろね、なんか後
後付けがいろいろあったりするので、うん、伝えるのって時間かかるんですけど、うん、もう好きだったら好きってね、うん、ダイレクトに伝わるから、うん、ね、うん、やっぱりウィンズ・オブ・ウォーと合ってたのかもしれないですね、うん、表現的にもね、うん、なんか、うん、まあちょっとかあの本当に一番最初のオリジナルグループでも、はい、あの日本語で先に公演したんじゃなくて英語でやったんですね、先に。え、先そっちなんですね。そう、正幸たちと今井君って書いたんですけど、はい、あの、はい、最初はロスでやって、うん、だから全部英語でやって、だからあの日本語 の, こうあのセリフ の, あのこうなんていうんですかね、なこうステレオタイプの言い方とかっていうのを、はい、うん、あの度外視して習ったのですごい良かったと思う、うん、違う感覚でね、うん、あの特にほらあの軍隊、軍隊というか海軍だったりとか、はい、うん、そういうような言語なので、うん、だからそれはすごい、で、そうですね、うん、それはちょっとこう感覚がまた違った感覚で変えたから、うん、違いますもんね、確かに本当にすごく勉強になった作品ですし、うん、やっぱこれがあったからね、あの、うん、ちょっとお芝居っていうのは続けたいと、まあいろいろあってちょっとやめた時期もありますけれども、うん、あのすごく心に残ってる作品ですねあと薬師寺もね、僕らと同じ2代目でやらせていただいて、ね、看護婦役で ね実はやっていただいたんですけれどもね、そうだからなんか今日なんかね、薬師寺がいるからと思ってそうそうそうね、あの今のね、あの今もでも続けてるんですよ ね、 そうあのね、学校公演でやってるんですね、うん、っていうのは高校生が、うん、あの舞台を見たことない高校生が、うん、やっぱりいい舞台を見せたいっていう、はい、あの見学のね、うん、あるんですけど、うん、そのそれがあの今までちょっとずっとやってたんですけど、うん、はい、やっぱり学校も生徒さんが減ってるのでね、うん、あので私もようやくちょっと今年で、うん、あの予約終わりにしないといけないかなかもしれないっていうので、長かったですよね、長かったですね、本当にこの作品は長かったと思います、いや本当にね、あのいろ、まあ、他の、ね、団体もあると思うんですけども、奈良橋陽子の演出というのは本当にね、あの人の人生を変えるというか心を動かすというか、もう素晴らしいんですね、あ僕もその一人なんですけども、奈良橋ファミリーというかね奈良市キッズというかなんかわかんないですけども、もう本当に素晴らしい演出をする人なので、もうどん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 これからもね、いろんな作品とか若い人たちを育ててほしいなと思っております。はい、では CM 入りますね、はい、後ほどまた入ります。はい、はい、では、またちょっとお話したいと思うんですけども、はい、ちょっと今日はですね、ここで僕は奈良橋陽子にお手紙を書いてきたので読んでもよろしいですか？ Oh, sure. Sure. はいはい。もうね、本当文章なんか何書いていいのか分かんなかったんですけども、昨日もほとんど寝れなくて、変なこと書いちゃいけないと思って、変なこと書いて私すぐ分かるからだ。じゃあ読んでいいですか？これいつもやるんですか？こういう、全く初めてです。初めて、初めてです。やだ、もう泣かせないでくださいよ。今も初めてなので、はいはい、じゃあいきます、はい。奈良橋陽子様、陽子さん
こうして手紙を書くのは初めてになります。陽子さんと出会ったのは19歳の冬でした。いろいろ悩み考えていた時にクラスを受講し、自分のやりたかったことはこれだと確信しました。そのクラスで、純と組んだシーンを見て喜んで駆けつけてくれたのを今でも覚えています。その後フランク・カサロ氏の発表のシーンではリエナと組ませてもらい、芝居の大変さとか、面白さ痛感をしました。そんな時に陽子さんがこれを見たらいいよって渡してくれたのがヘア、ムショ、ウィンズ・オブ・ゴッドのビデオテープでした。すべては影響を受けましたが、ウィンズを見た時金太子は絶対やりたいという気持ちが生まれました。そして春日ネズミと人間で初舞台を踏ませていただき、その後何本か出演させていただきました。いろいろ経験させていただいた、いただいているうちに、俺とジュンはウィンズのような作品を作りたいという気持ちが芽生え、陽子さんの力を借り、陽子さんの家にこもりアイデアを出し合って必死に書いたのがすごく勉強になりました。その後アップスの所属オーディション、そしてまさかの2代目ウィンズのオーディション、多くの人が受けに来ていたのですごく緊張しましたが、まあ、そのオーディションの中で陽子さんが一人一人に今何が一番欲しいですかと質問し、周りの人たちは車やお金、仕事と答えてましたが、その時自分に一番必要なのは自信という言葉しか出てきませんでした。で、自信なかったんだと思うんですけれども、思い切って自信と言ったら自然に涙が出てきてしまって、その時優しい目で見てくれたのを今でも覚えています。陽子さんの目は今でも心に焼き付いてます。本当に優しい目でした。すいません。そして目指してた2つのオーディションに受からせてもらい、多くの経験をさせてもらったことは心から感謝しております。演技を通じて人間として学ばせてもらえたと思っています。バカで不器用な何の取り柄もない僕に力を与えてくれたのは陽子さんの素晴らしい力のおかげです。本当にありがとうございますだからいつか恩返ししたくてしょうがなかったんです。いろいろあり芝居から遠ざかってしまいました。連絡を取りたいなと思っても、今連絡したら陽子さんにまた甘えてしまうから、もっと人間として成長した時に連絡を取ろうと思っていたら10年の月日が過ぎてしまいました。やはり尊敬している人には嫌な姿を見せたくなかったんです。そんな時、去年リエナの誕生日会をするからおいでとさせてもらえた時はすごく嬉しかったです。そこで僕の大好きな陽子さんの手作りのアップルパイを食べた時、涙をこらえるのが必死でした。もうずっと食べたかったんです陽子さんのアップルパイは本当にあの味は忘れられませんまた作ってくださいそしてその後いろいろあったことを話すと、陽子さん酔っ払ってたから覚えてないと思うけど大門は幸せにならなきゃいけない人って言ってくれたんです、ね、大門を苦しめることなんて私は許さないよって言ってくれたんです。もうそれが本当に嬉しかってでメールでも大門は家族と思ってるかと家族と思ってるからと言ってくれて、もう本当に俺はなんて素晴らしい人に出会えたんだろうと神様に感謝しました。少し遠回りをしましたが、これから少しずつ恩返しができるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。いつまでも師匠であり、親のようであり、家族であり、素晴らしい女性で居続けてください。そして世して世界中の世界中の方に陽子さんの愛を振りまいてください。追伸、絶えず求めて懸命に、陽子さんが書いてくれた言葉大好きです。2013年7月20日大門ひろあき。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、もうダメだ。本当ね、あの陽子さんのこと考えるとね、もう涙が止まんなくなっちゃうというか、そうごめんなさいね、すいません、あの、とんでもない。普段こう伝えるのが下手なのでちょっとちゃんと伝えたかったんで、よかったらよろしくお願いします。ありがとうございます。もう大事に大事に本当ありがとうございます。もう泣かせちゃったじゃない。俺もなぜ、ありがとう本当にごめんなさいね。はい、てなわけでですね、全然変わります。はい、この
終戦のエンペラーの話にまた戻りますけれども、こちらの方のチケット2枚こちらの方でご用意しております。でこのプレ、チケットをですね、陽子さんとじゃんけんを皆さんしていただいて勝った方にプレゼントさせていただきます。顔は映しませんのでご安心ください。ぼかし入れますから。じゃあ皆さん、その場で結構です。陽子さんとじゃんけん入りますね、はい、最初はグーじゃんけんポンで皆さん手出してください。300、2階3階席大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、はい、じゃあいきましょう、はい、最初はグーじゃんけんほい。グーの方、グーの方残ってください。グーの方、はい、いいですね。じゃあいきましょう、陽子さん2セット目、はい、最初はグーじゃんけんほい。チョキの方、お残りください。チョキの方、ヨコさんちょっと、あ、3人、はい、3人、3人、4人、4人、4人、あ、OK です、4人ですね。え、ほんと。じゃあラスト、ラストかな、いきましょう。最初はグー、じゃんけんほい。何ーパー、あ、2人、薬師寺と、あ、2人、薬師寺2人ですね。はい、じゃあいきましょう、ラスト。あ、ま、あ、これ、あ、2つじゃなかった、ペアチケットなんですよ。2枚分けるわけには、陽子さんさっき友達とね見に行ってほしいって言ってたので、あ、はいはい、あ、あらら大変だ、大変これ、はい、最初はグーじゃんけんほい。はい、同じ、はい、最初はグーじゃんけんほい。勝った、薬師寺、よくよくもこういう身内が受け取るって。持ってる？本当に持ってる？嘘ばっかり。ほ、買った？買ったって薬師寺。あ、本当ありがとう。あらら。じゃあどうしようこれ。じゃあもう一人の今の。あ、じゃあダメ？あ、ダメ。あ、すごい。いいのかな？いい。いいのかな？いや、ねえ。あの何もね、あの嘘でやってるんじゃないもんね。やってませんからね。正当に、正当ですね。そうそう、じゃあこちらの方をプレゼントします。はい、どうぞ。ありがとうございます。上もちょっと、あ、はいはい、はい、3階の席もね、あ、そうです、はい、ありがとうございます。はい、では最後にですね、お子さん、はい、この映画について、はい、バンバン喋っていただきたいと思うんですけれども、そうですね、これは一見、はい、そのなんていうの、どういう方があって、もちろん私の年齢とか上っていうのは見ていただきたいんですけど、うん、はい、本当頃からは逆に若い方もぜひぜひ見ていただきたいんですね。そうですね、っていうのが、うん、ね、例えば監督が言ってたんですけど、そのなんていうの、なんで今この映画をやりたいかって言ったら、うん、アメリカはいろんなところと戦ってますよね、うん、で、その前にもいろいろ戦ったことで結局テロリズムっていうのがつながっていったわけですね、うん、で、ああいう恐ろしい 9-11 もつながっていくわけじゃないですか、うん、だから唯一本当に平和に終わったのが日本なんですよね。で、日本がもうずっともう少しで70年間平和の、うん、で、その平和にいるっていうことの、その素晴らしさっていうのがね、うん、やっぱりだんだんと薄れていっちゃってるので、そうですね、うん、だからそういう意味でやっぱり年取ってる方はいろいろ伝えていかないといけないと思うんですけど、そう思います、若い世代にね、うん、で、やっぱり時々なんか、うん、ね、中古